この動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は日本代表の試合速報と監督や選手のコメントから見えるまさかの事態についてご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。史上初の最終予選開幕3連勝を成し遂げた日本代表、二次予選では6戦全勝無失点と圧巻の成績を残した日本代表の勢いは最終予選に入ってからもとどまるところを知らず、9月シリーズではホームでの中国代表戦を7-0、アウェーでのバーレーン代表戦を5-0と大勝、10月シリーズ初陣となった10日のサウジアラビア代表戦は鎌田大地選手と小川航基選手のゴールにより2-0で勝利。過去日本代表はサウジアラビア開催のアウェーゲームで3戦全敗と結果を残せていませんでしたが、鬼門攻略をやってのけここまでロケットスタートで走っていました。対するオーストラリア代表は今回の最終予選ではなかなか波に乗り切れておらず、9月シリーズの初陣ではホームでバーレーン代表に0-1で敗れ、まさかの黒星スタートを強いられると、続く敵地でのインドネシア代表戦もスコアレスドローでタイムアップ。今月10日に行われたホームでの中国代表戦を3-1で制したことで初勝利を記録しましたが、本大会出場に向けて厳しいスタートとなっていました。日本代表を率いる森保はじめ監督はサウジアラビア代表戦からスターティングメンバー2名を変更、体調不良により前日練習を欠席したキャプテンの遠藤航選手に代わって田中碧選手を起用したほか、サウジアラビア代表戦で先制ゴールを挙げた鎌田大地選手に代わって久保建英選手が先発入り、その他の顔ぶれはサウジアラビア代表戦と同じ9名となりました。対するオーストラリア代表は中国代表戦からスターティングメンバー6名を変更、 FC 町田ゼルビアに所属するミッチェル・デューク選手や10番を背負うアルディン・フルスティッチ選手らが先発に並びました。試合は立ち上がりの5分、日本代表が最初のチャンスを構築、敵陣中央で南野拓実選手からのボールを受けた上田綺世選手が右サイドへ展開すると、待っていた堂安律選手が左足でクロスボールを供給、これは跳ね返されたもののセカンドボールを回収した板倉滉選手がヘディングでつなぎ、大外で受けた久保選手がマイナスへ折り返します。フリーでパスを受けた田中碧選手が2度の切り返しで相手を翻弄しスペースへボールを入れると、ボックス右で反応した久保選手が左足でフィニッシュ、しかしここはサイドネットに嫌われました。その後の時間帯は日本代表がボールを握り相手の隙を探る構図に、オーストラリア代表は5-4-1の布陣でブロックを組み、低い位置で構えるだけでなく押し上げも徹底してコンパクトな陣形を維持、スペースを圧縮し日本代表の攻撃陣に自由を与えません。日本代表は中盤の一角に入った森田英正選手が周囲の選手とリンクできるポジションを取りビルドアップを工夫しますが、オーストラリア代表守備陣の組織には簡単に穴が開かず、チャンスらしいチャンスの数は限定的。34分には森田選手からのロングフィードを前線で南野選手が収め、左サイドで落としを受けた三笘薫選手がカットインから右足を振り抜くも相手にブロックされて枠には飛ばせず、前半はこのままスコアレスで終了しました。後半に入っても試合の様相は大きく変わらず、日本代表が敵陣へボールを握る時間は増えたものの、ブロックをかいくぐるような場面は少なく、このような状況で迎えた58分、少々意外な形で均衡が破れました。日本代表はゴールキーパー鈴木彩艶選手が左足でロングフィードを狙ったものの、ここはピッチ中央で跳ね返されボックス手前に向かったボールがオーストラリア代表側に渡ると、右サイド開いた位置で前を向いたルイス・ミラー選手が右足でアーリークロスを供給、クリアしようとした谷口翔吾選手の右足に当たり損ね、ボールはゴールに吸い込まれオーストラリア代表が先手を取ります。二次予選も通して今回の予選初失点を喫した日本代表は直後の62分に堂安選手に代えて伊東純也選手を投入、64分にはその伊東選手が右サイドを縦に破りクロスボールを上田選手がヘディングで合わせますが、ここはゴールキーパーに阻まれます。状況を打開したい日本代表は70分、久保選手と南野選手を下げて中村敬斗選手と鎌田大地選手を送り出します。三笘選手がシャドウのポジションに入り、中村選手は左ウイングバックへ。すると76分、その中村選手が得意のドリブルで大仕事をやってのけます。
左サイド大外でボールを受けた中村選手は見事な反転から左サイド深い位置までボールを持ち運びマイナスへ折り返します。これが相手のオンゴールを呼び込み、切り札の活躍で日本代表が試合を振り出しに戻しました。この同点ゴールで勢いに乗った日本代表は83分に最後の交代カードを切り、上田選手に代わって現在2試合連続ゴール中の小川航基選手がピッチに立ちます。終盤は日本代表が敵陣へ押し込み続けましたが、最後までゴールネットを揺らすことはできず、試合は 1-1 でタイムアップ。日本代表の国際 A マッチ連勝記録は7でストップしました。試合後フラッシュに登場した森保監督は、正直ホームで勝ちたかった、これだけたくさんのサポーターがスタジアムに駆けつけてくれて、テレビの前でもたくさんのサポーターに勝利を届けたかった、先制された後も崩れずに勝ち点1を積み上げられたことは前進と悔しさも吐露しつつ、勝ち点1をポジティブに捉えていました。全体的に守備では問題はなかった、オウンゴールということで痛い失点にはなりましたけど、崩された得点ではなかったので、これまだやってきたことに自信を持ってもらいたい。ワールドカップは簡単な道のりではない、厳しい道を進んで出場権を取りたい。5万8730人が集まった埼玉スタジアム、ドローに持ち込んだ戦い方を森保監督は評価していました。また伊藤選手は、森保監督からの指示はいつも通りやれということで、ゴールに絡みたかったですけど得点に絡むことができなかったので少し残念です。サッカーなので失点することもあるので、その後逆転するようにしなければいけないと振り返りました。また体調不良でベンチ外となった遠藤航選手に代わってゲームキャプテンを務めた森田選手は、最後のところで粘り強く0で抑えてきていたが、少なからずチャンスは作られて、ボールを奪った後に呼吸して攻撃を整えることができなかった、配置がアンバランスな中でボールを失って相手にチャンスを作られた、全体的にいいゲームではなかったので、ああいう事故のような失点は生まれる、それを今後の課題としたいと最終予選初失点のシーンについて言及しています。他にも先発出場した三笘選手は、ホームで勝ち点3を取らないといけない試合だった、失点してから勝ち点1取れたのはポジティブですけど勝ちたかったですねと試合を総括すると、前半は悪くなかったが後半はボールロストも多かったですし、もっと効率的に動ければよかったですけど、これが実力です。チームとしてやるべきことはたくさんありますけど、各自チームに戻って頑張りたいと思いますと悔しい表情を見せました。この日は左ウイングバックから試合中にシャドウにポジション変更となり、ちょっと受ける位置やもらい方で難しいところがあったと反省、さらにここで良いプレーしないとベンチにいる選手に失礼と語りました。11月の最終予選は敵地2連戦、厳しいと思いますけど、しっかり勝ち切って次の2連戦でワールドカップを決められたらと思いますと気持ちを切り替えました。守り方が定まらず、セカンドボールも拾えない時間が続き、場当たり的な対応を長い時間強いられることになった今回の日本代表、陣形の配置も乱れており、選手たちが声を掛け合って修正する姿もなかなか見られませんでしたが、苦しい局面に立たされた時の遠藤選手の不在はやはり大きいのでしょうか。そんな状況に試合を視察した日本サッカー協会の宮本恒靖会長は、どの試合でも勝てるわけではなくて、最終予選になって相手もしっかりと守備をしてくる、勝ち切るのは難しいが負けなかったのは大きい、10月の2試合で勝ち点4なので強い相手にはいいと思うと日本代表の戦いを評価しつつも、今日の試合に限って言うと、スタジアム全体で最終予選であるというピリピリした空気がなかったと指摘し、例えば自分がサウジに行って感じたのは、相手のファン、サポーターの圧力があったのは事実と、約5万6000人が埋め尽くし異様な雰囲気となったアウェーの戦いについて回想、そしてそういう空気を皆さんの協力で作れたら、前半は選手のプレーに見入ってくれている感じだったので、それはそれでありがたいですけどねと日本のファン、サポーターへ異例のお願いしています。10月シリーズはこれにて終了、次節は11月15日に予定されており、ゲロラブンカルノスタジアムにてインドネシア代表と対戦する日本代表、11月の日本代表の活躍にも期待が高まります。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。